YouTube こんにちは、ひこざいもんです。実はですね、今日はちょっと最近した買い物の話しようと思って、これキャノンのデジタルカメラこの間買って、これどうやって買ったのかというと、結構好きなサイト価格 .com で、好きなもうこのモデルを選んで一番安い店を探し出して、で、あんまりね、そういうインターネットショッピングとかで、送ってもらうだけであんまり信用してないんで、もうそこで一番安い、しかも行ける店を探して、で、結構ね、そういう小さい店を探すのは、俺は好きで、結構よくそういうやり方してて、で、今日それを紹介しようと思ってたんだけど、でも実はですね、これ買ったのは、土曜日になりましたね。で、買ったところは、秋葉原の、多分もうみんなもちろん聞いてると思うんだけど、もうまさにね、同じ時間に1日前でしたけど、結構ね、その事件現場の、近くにありまして、昨日はずっと1日出かけてて、夕方帰ってきて、もう前の日に全く同じところで、同じ時間に、あんな事件、なんだっけ、なんか17人刺されて、7人死亡で、もうひどい、ことでちょっとびっくりしました。みんなもびっくりしてるんでしょう。で、人は逮捕されて、その押さえた警察もすごく偉いと思うね。よく、その動画も今日の朝のテレビも出てたんだけど、あんな人いっぱい刺した後とか、すごい嫌な事件ですね。でもその中でやっぱりいろんな人が助けようとしたり助け合ったりして、秋葉原ももちろん外国人とかも多くて、その外国人も人をなんか手伝ってるのちょっと写真見て、やっぱこういう事件の時いいことも少し見れるし、人はやっぱりまだいいと思うんだけど、でもいやー怖いですね。もうちょっと今日いい話しようと思ったんだけど、いやー俺もちょっとびっくりしてる。多分ね、東京にいる人、特になんかそういう秋葉原よく行く人とかって特に、秋葉原まだ安全も別になんかこの人静岡から運転してきて特になんか何も変わらないと思うんだけどね。他のところだって秋葉原だから危ないとか何もあれはないと思うし、これからきっとなんかその店の人とかも人がちょっと嫌になって行かないようになったら、もう未成年人とかも、もう次の被害者になるんじゃないんで、それもちょっと気をつけないといけないと思うけど、なんでこういうことになるでしょう。いろいろね、思いがあって、例えば、原則としてはね、その死刑処罰反対してるんだけど、でもこの場合に、この明らかなこういう、遺憾な事件があるとね、この人はなって、当然だと思いながら、いろいろ壁上がるけど、あまり嫌な話はしたくないんだけど、ちょっとびっくりしましたので、今日これだけにします。今度もね、もっと明るい動画して、このキャメラの紹介とか、ちょっと他にいろいろ話したいんだけど、今日これまでで、みんな気をつけて、またもっと明るく今度やります。はい、ピース。